こんにちは、フェルナンドこと拓也です。よろしくお願いいたします。写真はすべて私が撮影したものです。南イタリアの旅を発信中です。今回はポンペイの遺跡巡りですが、レンタカーの旅なのでエルコラーノからオポロンティまで足を伸ばします。2000年前の古代都市にようこそ。それではどうぞ。2月3日日曜日、ナポリの朝で、キアイア通りの宿の窓から王宮方面です。宿の門は大きくて重厚なドアです。普段は下のくぐり戸を利用します。王宮の脇を通って港に向かいます。今日は一日微妙な天気になりそうです。トロリーバスが珍しい。本日の予定は遺跡巡りです。はじめにエルコラーノに向かいます。エルコラーノの町にはナポリからだと約30分で着いてしまうのですが、エルコラーノの市街で迷っています。世界遺産ポンペイ、エルコラーノ、トルレ・アンヌツィアータの考古地区として登録しているこの地域、2000年前の当時の姿を残すものとして大変興味深い。エルコラーノの遺跡です。地中を発掘したので、後方の市街地と比べるとかなり掘り下げられている様子がわかる。ベスビオ山から流れてきた溶岩流によって埋め尽くされてしまったエルコラーノ。土は固く固まり、発掘は困難を極めたという。長いトンネルを下ります。2000年前の古代ローマへようこそ。ローマ貴族の別荘地であったというエルコラーノ、その映画を垣間見ることができる。テレポスのレリーフの家は赤い柱が印象的です。つい最近まで使用していたと思わせるほど保存状態が良い。サムニテスの家で中央に雨水槽を置いた中庭がある。フォロの浴場で当時のモザイクです。壁画が色鮮やかに残っている。この先上が住宅になっているが、掘ればまだ何かが出てくるのではないでしょうか。焼け焦げた柱がそのまま残っている。黒いサロンの家で黒色で装飾された部屋が残っている。ネプチューンとアンピトリュティスの家でモザイクできれいに描かれている。当時の芸術性の高さがうかがえる。板仕切りの家で可動式の木の板壁の両端部分が残っている。町のメインストリートと思われる区画されたまっすぐの道です。格子垣の家で骨組みがきれいできている。細かく見ているとキリがありません。これにてエルコラーノを後にします。途中道端で店を開いている屋台で謎の物体を売っています。真ん中に詰め物をして焼いたもので、周りの皮を剥いて食べましたが、いける味です。何なのか分かりません。トーレデルグレコの町です。次のトーレアヌツィアータに行くにはこの道を通るほかなさそうです。トーレアヌツィアータに入ります。路中も上手になってきました。オポロンティの遺跡はトーレアヌツィアータの町にあります。でもちょっと分かりづらい場所にあるためか、規模が小さいためか、お客さんは私だけでした。紀元前1世紀中頃のネロ帝の妃ポッペアの別荘と、後に付属して拡張された貴族の別荘が一つになった遺跡です。ここもベスビオさんの噴火によって埋もれた遺跡です。
この遺跡には色鮮やかな壁画がたくさん残されている。入り口を入った奥の大広間で大胆なフレスコ画が素晴らしい。現在修復中のようです。今にある壁画は色使いが綺麗です。鳥も綺麗に描かれている。中庭の柱も綺麗に残っている。赤い色調の壁です。鳥の絵が詳細に描かれている。顔だけ上にあって不思議な構図の部屋もあります。当時プールであった場所です。草花の絵も見事です。オポロンティの遺跡もこの辺りで引き上げます。オポロンティからポンペイは目と鼻の先です。遺跡に行く前にポンペイのホテルにチェックインします。車は敷地内に停めました。ホテルから5分でポンペイ遺跡の入り口に着きます。右の円形闘技場から始まって左上の秘技荘まで遺跡の見学をします。そしてホテルのある円形闘技場近くまで戻るというコースです。ポンペイ遺跡に入るとすぐ右に円形闘技場があります。とにかくこの遺跡は広い。遺跡の向こうが見えないくらいです。壁画もありますがオポロンティの遺跡で十分見てきました。ポンペイ一番の広場のフォロです。ベスビオ山が見えるはずですが雲が低く垂れ込めています。ポンペイ最大の貴族の豪邸牧神の家で牧神ファウヌスの像が置かれている。悲劇詩人の家には番犬のモザイクがある。2時間近く歩いたのでそろそろ終わりにします。悲劇荘です。悲劇荘の名の由来は一種の宗教儀式であるディオニソス悲劇への入信の様子を描いたフレスコ画です。ポンペイの赤が鮮やかです。結局この遺跡をもたらしたベスピオさんは一日霞んでいました。遺跡を出たところにある休憩所です。オレンジとレモンとかのディスプレイが見事です。雨模様の中ホテルに戻ります。今日も疲れましたね。ナポリとポンペイの位置関係です。エルコラーノとオポロンティはその間にあります。火山灰に埋もれたポンペイの旅いかがでしたか。次回はベスビオさんからカゼルタです。この旅行記は土日を除く平日の夜9時に更新しています。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。